ほこた駅は、かつて、茨城県ほこた市ほこたにあった、鹿島鉄道鹿島鉄道線の駅である。2000年に、関東の駅100線に選定されたが、2007年4月1日、鹿島鉄道線の廃線に伴い、廃駅となった。2017年現在は、ホーム跡だけが残っている。駅構内のバスターミナルは、鉄道廃止後も、 関鉄グリーンバスのターミナルとして引き続き使用されており、停留所名は、鉄道が通っていた時代より2020年現在まで、ホコタ駅を名乗っている。本記事ではこのバスターミナルについても記載する。関鉄グリーンバスホコタ営業所と敷地が連続している。地上駅。駅舎の屋根には、特徴的な三角形のオブジェが飾られていた。 駅舎は北側に位置しており、駅舎からホームへの移動は、構内踏切を通る構造になっていた。駅舎には、鹿島鉄道直営の立ち食いそば屋と、たい焼き屋があった。末期には、業務委託駅であった。東北地方太平洋沖地震により破損した、旧駅ホーム渡り駅は、関東の駅100線に選定されたこともあり、駅舎をそのまま保存する案もあったが、 調査の結果、老朽化が著しかったため、解体された。2008年2月1日から、保護体育保存会が、関東鉄道から、駅跡地の一部を借用して、保存会が、自費購入した2車両を胴体保存し1ヶ月に1回程度、車内を公開したり、エンジンを稼働させるなどのイベントを行っていた。同会は、旧駅舎の復元や跡地の鉄道公園化を目指して、 いたが、跡地の借用期限が迫ったため公園化計画は、頓挫せざるを得なかった。2車両は、その後2009年12月に当駅の近くにある、コタ市市営温泉施設、ホットパークコタの敷地内に移設された。車両は市に寄付されたが、保存活動は引き続き保存会が行っている。また、タイヤ焼屋は、バスターミナル内の建物に移転し、 廃線後も継続営業をしたが、2011年8月に閉店し、現在は建物自体撤去されている。2009年正月にフジテレビ系列で放送された、ドラマ、コードブルー、ドクターヘリ緊急救命新春スペシャルのロケに、当駅構内が使用された。新千葉鉄道、西浦安発千葉三高普通電車の、脱線転覆事故、現場シーンで登場した。 車両のセットを長期に設営ができ、伏線の軌道が存在し、ヘリコプターが着陸可能な場所として廃止後の当場所が選択された。なお、撮影時には、ブルーシートで外部から完全に遮断された状態で撮影された。2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震により、残っていた駅のホームが破損した。 付近では液状化現象が見られた。修復等の措置はなされず、現在もホームは、半壊状態のままとなっている。保古田駅に隣接する、関鉄グリーンバス保古田営業所車庫に駐車している、関鉄グリーンバスの一般の線車と鹿島鉄道の、起動車。保古田駅に隣接する、関鉄グリーンバス保古田営業所車庫で発車を待つ、麻生号保古田駅に隣接する、 関鉄グリーンバスホコタ営業所車庫あたり駅は、旧ホコタ町の中心市街地の西端に位置していた。銀行の支店や、旅館、また変わったところでは、祭り用品店などが徒歩圏内にあった。鹿島臨海鉄道を荒い鹿島線新ホコタ駅は、ホコタの市街地を挟んだ東側に位置し、当駅から道のりで、約1 4キロメートルある。 なお2012年10月1日より新こ田駅、茨城空港を結ぶ路線バスが運行されており、移動が便利となった。停留所名は、関鉄グリーンバスが、こ田駅、茨城交通が、こ田駅前であったが、茨城交通の路線は2009年9月30日、限りで廃止となった。現在は、関鉄グリーンバスが、行方市、小美市、石岡市、 東茨城郡茨城町、水戸市方面への一般路線バスと、東京駅予高速バスを運行している。なお、おみた市、石岡市方面へのバスは、鹿島鉄道代替バスとして運行している。微行、ありがとうございます。